ということですね、ドラゴンゲートの衝撃の裏切り4戦ということでね、そちらの方をやっていこうかなと思いますね。はい、まずね、早速なんですが、まあドラゴンゲートにとって、この裏切りというのは一体何を指すかというとですね、まあユニットとかに所属したりしていて、そうね、仲間のことをまあ裏切ると。そして、まあ、遺恨が生まれたりするっていうパターンになって、まあ、突然裏切ってユニットを抜けたりするとかね。まあ、裏切りのパターン、いろんなパターンがあるんですが、これなかなか衝撃的やったなという裏切り4選を発表していこうかなと思いますね。まあ、僕自体はですね、そんなめっちゃ昔からドラゴンゲート見てたかっていうと、全然そんなわけないんですよね。比較的多分最近の方やと思うので、やっぱどうしてもね、新しめの方になってしまいますね。はい。まず一つ目なんですが、やっぱりこれは裏切りといえばこれは外せないでしょと。ね、ドラゴンゲートの歴史に語る上でこれは外せないでしょうっていう、土井善之の裏切りですよね。まあ正確に言うと土井の裏切りなんですけど、はい。土井が善之のことを裏切ると。しかもこれが2回もあったっていうね。はい。まず早速1個目がですね、土井が最初ワールドワンの頃やったかな。の頃に、解散マッチか。をディープドランカーズ対ワールドワンで行いまして、無事にワールドワン勝ちました。その時は当時土井善晴組やったかな。うん、で、試合後に、なんと土井裏切ったんですよね。善之のことを。土井と善之の間ではそんなに、内紛的な感じのことはなかったんやと思います。突然、そして、吉野のことをね、裏切ると、バカタレスレインキックを吉野にぶつけ、そして、まさかの決別宣言をすると、これはなかなか驚きましたね。はい。これで、土井吉野裏切りの歴史がね、こっから始まるわけですよね。はい。そして、二度目、また裏切っちゃいましたね、土井はね。はい。まあ、それは、ワールドワンインターナショナルの頃やったかな。の頃に、ただこれも、まあ、バカタレスレインキックをね、吉野に放つんですが、裏切った理由が今度はね、いつまでもニコイチにされるのが嫌やっていう、ね、そういう理由で裏切ったと。いうことなんですけれどもね、やっぱり、吉野からしたらたまったもんじゃないっていう、二度も裏切られてますからね、連続でね。で、土井善之、今、ね、マキシマムでやっていますけどね、もしかしたら三度目の裏切りあるんじゃないかっていうふうにも言われてますよね。まあ一つ目は土井善之。ね。この裏切りですよね。まあ土井の裏切りですね。そして二つ目が神田康の裏切りということですよね。神田康の裏切りというのは何かというと、これはもう結構もう一年ちょっとぐらい前かな。二年ぐらい前か。約一年半ぐらい前か。ぐらいに起きた、ね、神田がなんとジミーズのことを裏切ったということですよね。まあ正確に言うと、まあ、ジミーズというのは解散が決まってたんで、まあ、あれですけど、最後の最後でね。で、その、いろんな前後各地最後のジミーズを見せていこうっていうシリーズが行われてたわけですよね。で、さよならジミーズっていうシリーズだったかな。が行われてて、最終戦で後楽園、ジミーズのフルメンバー対ベルセルクルメンバーだったかな。の戦いになったんですよね。で、まさかのそこで、進むのこと裏切ると。で、神田が最後に裏切って、最後の最後でやっぱこの男はヒールの道に行ったということになりましたね。で、まあ、今もまあ RED で、まあ、やってますけど、裏切ったんですけどね、その時の表情が何とも言えない感じの表情やったのかなと。複雑な感じを出してましたね。神田はね、裏切った時ね。はい。そして、三つ目ですね。三つ目は、まあこれも近い話。エータ突然のキットに対する裏切り。ね。やっぱりこれは結構欠かせないんじゃないかなと。エータのキット。そんなオーバージェネレーションに所属したんですよね。エータはこれ皆さんも知ってると思うんですけどね。その時に、ちょっとだけね、キットのこと、ほんのちょっと一言二言ぐらい軽く文句言ったんですよ。うん。っていう、ほんのそんな別に裏切るほどでもないようなことをポッと言っただけなんですけれども、なんとですね、この先ほど神田を裏切ったその次の、後楽園ですね。その次の月の後楽園で、エータ裏切りっていうね、キットに対して謎のトラースキックを払って、裏切ったと、いうことなんですよね。突然すぎましたよね。このね、なんでっていう感じでしたけれども、ここでね、エータが裏切って、そして、去年の末まで繰り広げられていた、エータキット構想。これの一番の発端だと思います。一年間ぐらい続いてた構想の始まりが、このエータ突然の裏切りやったわけですよね。今のエータがあるのはこの突然のね、裏切りがあったからなんじゃないかなと思いますね。はい、そして、続いてが最後ですね、四つ目。
まあ、これに関しては本当、つい半年前ですね。ビッグベンまさかの2ヶ月連続の裏切りという風になっておりますね。これはね、ね、もう2ヶ月連続後楽園で裏切るのが定番になったんかっていうぐらいね、これ2年連続なんですけれども。で、ビッグベンの裏切りとなりまして、まあ、ビッグベン、まあ、清水弁慶ですよね。まず最初に裏切ったのは清水が土井のことをツインゲート戦で突然裏切りまして。まあ、その前振り返るならば、まあ、ちょっとね、清水がね、土井に対してきつい当たり方をするっていうようなことがあって、土井もそれに対してお前ふざけんなっていう感じになってたんですよ。で、まあ、当時ツインゲートを清水持ってて、で、ツインゲート落とすわけですよね、神戸ワールドで。で、その時にもう反省して、心を入れ替えるということで、土井とね、タッグを組んでツインゲート挑戦しようと。当時持ってたのが大和春組。で、いざ後楽園でね、行われる。で、試合始まって、ずーっとどこどこいい名勝負を繰り広げてるところに、突然、当時はアンチアスやったかな？アンチアスがこう乱入してきまして、ノーコンテストになり、さらに、清水が土井のことを裏切ると。いうことで、まさかの清水がヒールになるという、なかなかこれは衝撃でしたよね。清水にできるのかと思ったらね、いやいやいや、ちゃんとできているっていうところはありますね。はい。で、その後にですね、清水に対して粛清しないかんのじゃないかということをね、土井善野とかいろんなメンツで言いまして、9月ですね、9月の後楽園、翌月の後楽園でですね、行われまして、10人タッグマッチを行うということになって行われて、マキシマムからは土井善野弁慶で、いろいろあって大和春も加わった5人、ドリームタッグですよね。対、じゃあその5人やったかな？の5対5の10人タッグマッチが行われていたんですが、そこでまたまたね、突然の弁慶の裏切り。ね、吉野にね、突然スピアを食らわせ、そして土井にも食らわせ、で、試合負けると2ヶ月連続のビッグベンの裏切りというなかなか衝撃な出来事になりまして、マキシマムは今の状況になったということですよね。なんでね、これはなかなか驚きましたね。弁慶が来るんかと思ってね、それにはちょっと驚きましたね。まあ、この裏切り4連発ね、なかなか衝撃の4連発やったのかなと思いますけどね。で、今後のドラゴンゲート。ね、またね、多分、まあ、今年中に必ず一回は裏切りはあると思います。その裏切りって誰がするのか。ね、そこはちょっと注目かなと思いますね。はい、ということで、まあ、今回この辺で終わります。チャンネル登録よろしくお願いします。あと、リクエストコメントとか他にもね、こちらの衝撃の裏切り。僕が言った中以外でね、これの方が衝撃でしょっていうのがね、あったらコメントの方よろしくお願いします。ということで、今回この辺で終わります。